たかなどうもボビー・アトレザーのボビーです。ねえい、ー、けてるかどうもうあの固まってるかどうかあれですけども配信させてもらいますね。ボビー・アトレザーのアトリエからですねライブでお届けしております。で今日もね、えー 週末なんでね週末とか土曜日ね3月20日土曜日なんでねゆっくりねさせてもらおうかな配信させていただきますのでねごめんもうくつろいでお付き合いいただければ幸いですね今日この配信をしてですねこのまあいつも6時からねやってるんですけどもねちょっといろいろありましてねもう3時間くらいの9時ですよね21時に配信になりますけどね <laughs> まあ,あ、ね、マイペースで、えー、何もなかったかのように始めたいと思いますさあえー、っとですねえー、今日さねこの配信をしてる日はですね3月20日ですよね今日は祝日なんですねで今日はですね LP レコードの日ねえー、なんでそうですねまあちょうど音楽のね話をこう土曜日はいつもやってるんでねちょうどあ良かったなと思ってね LP ですよももうう僕の頃はもう、うん、ね、LP、を 小遣いで買うっていうのがちょっと自分の何んですかご褒美というかねステータスというかそういうのね大事にしてましたねもう何回も何回も聞いて、ねまあ、最初は聞くんやけど。 あの途中からあのカセットに録音して何かそのカセットにテープに取ってねテープがすり切るほど聞いて、ね、レコード版はなるべくあのちゃんと聴きたい時だけにしてましたわか,かりますその気持ち <laughs> でね今日ご紹介しようかなと思ってるアーティストはですねこのボブ・シーガーねえー、これはライブ版ですね、えー、2枚組の「ナイン・トゥナイト」ですね 放題は嵐を呼ぶ嵐の呼ぶ声ってなんか力強そうなねえなってるでしょねこれがまたあ最高の今聞いてもお僕にとってはですね魂震えるようなライブアルバムですねえー、このボブ・シーがね初めて、えーね、この名前知る方も多分多いと思いますし、えー、それからああ,あ知ってるよっていう方ももちろんお 持ってるよって方ももちろんね弾いてると思いますけどねえー、まあこれ洋楽ですねもう今現在75歳ですって今さっき調べたらね、えーえー、あちょうどちょうどあの帯で隠れてますけどもね、えー、シルバーブレッドバンドねえー、最初に僕がボブ・シーガーを知ったのはですね多分なんか、えー、し深夜のなんかほら、まあまあね プロモーションビデオとかね80年代の途中中間ちょうどプロモーションビデオが出始めた頃ぐらいだったかなその中でまあ勉強会でねシンガーソングライターを途中から目指すようになりましたからね <laughs> でその時に何かこうね入力をしたいな今いあるじゃないですかいろいろ情報を仕入れたいなとかねその時にまあインターネットも同じ時代ですからねその時はもうアナログの映りの悪いテレビでですね なんか8の字みたいなアルミのアンテナをポンと上テレビの上に置けたねオレンジ色の14インチのテレビの上ですよ。ねええー、一人で、えー、黒,電話黒電話をまだつけたかつけないかぐらいですね、うん、その頃ぐらいですよ。えー、一人でねい、えー、いろいろ バンドを最初は組もうかなと思ったんですけどね。えー、バンドを組め組むようななかなかそういう,うチャンスが恵まれなくてね。それ焦るばっかりやってで、ねえー、一人で曲を作って、えー、ね、えー。ギターもそんな光らへんけどおギターで、えー、演奏して、えー、行こうということでですね。いろいろ。 情報をねあの、ラジオとか、ちょうどテレビをアルバイトで買って、8000円かなんかで、えー、買ってね、それを見ながらですね、その時に聞いたのが、えー、ボブ・シーガーの曲ですね、アメリカン・ストームっていう、うライク・アロックってアルバムに入ってる曲、1曲目のね、8ビートの王道な感じのロック・ロールなんですね、えー。それがですね、イントロからあの僕にとってはもう19の自分にとってはしびれてですね、 えー、しゃがれた声とですね何、あのー、とも言えんこの土の匂いというかアメリカを感じるような行ったことないけどね <laughs> でデトロイトかな、うん、で、あのー、すごくこうなんて日本人の心の琴線、ね、に触れるというんですかあのなかなかこうメロディーとかもそうですしいいんですよね。あので えっとですねその時は、まあ、ネットも何もないからたまたまボブ・シーガイ君ってもう分かんないないですから,からノートが紙の切れ端にボブって書いてあるんですねボブっていうのをなんか探そうと思って<笑><笑>何しかボブっていう名前でまずね調べてそれで、えー、なんか聴いたのが「ライク・ア・ロック」でしたね、うん、アルバム。 うん、それがね、えー、あのやっぱり日本語版でないとお歌詞が分かんないからね僕はその英語が全然なんでやっぱ和訳のい、ね、歌詞を見ながらですね、えー、こうレコード鑑賞するというか音楽鑑賞するという,うスタイルやったんでねうあの分,か分かってくれる方も何人かいてくれると思いますけどね、うん、でやっぱりこうシンガーソングライターを目指す方の中では僕にとっての一人でね僕にとっては,、ね、ってはあ教科書のようなああ 方でしたね、うん、でいろいろレコードも買ったり途中からね CD もね、えー、僕もなんか CD ラジカスを買ってそれまで、ね、やっぱりレコードの方がちょっと安かったんですよね、うん、で、えー、まだ CD の方がちょっと3200円ぐらいだったかな当時 CD でレコードは2800円とかあそんなんやったと思いますわ、うん、で、まあ、途中でもうでレコード化されるのも CD 化に、えー、なることが多かったんでカセットとね でまあえー、っとしここ、えー、いろいろ集めましたよこれ当時。<laughs> ねこれ CD、まあも、もちろんレコードで持ってるアルバムもありますけど、うん、であと CD 化されしかされてないもね、うん、どれもねあのなんと,とも言えない、うん、当時はだから、えー、もも日本人のアーティストもねもちろんねあのいろいろ聞いてますけどおやっぱりこう源流にたどるっていうかね、うん、僕はボブの 世界観というかもう「憧れましたねアゲンス・ザ・ウィンドって曲があるんですけどもえよく聴いてましたあの一人でねこう電車に揺られながらねあのカセットのウォークマンでうんアルバムを聴いててで歌詞もまたいいんですよ。でねえその何とも言えんこの哀愁がある曲でそれがね 何年か経って「フォレスト・ガンプ」っていう映画多分ねご存知だと思うんですけどフォレスト・ガンプの映画を,を見に行った時にね、えー、ボブ・シーガーのですね「アゲンスト・ザ・ウィンドウ」がかかるわけなんですよええシーンにねあのね、えー、フォレスト・ガンプがですね、えー、途中でマラソンっていうか走り出すんですねあのふっとね。でこう あのその時あのジャクソン・ブラウンの「孤独のランナー」とかねいろいろかかる中にやと思いますけどね中に、えー「アゲンスト・ウィンドウもね流れたような気がしますあの僕もあのディスクを持ってるわけじゃないんで、えー、もう一回見直すこともできないんですけど僕の記憶の中ではあそうですね、うん、その時はすごく嬉しかったですね僕もね。 あやっぱり音楽と出会えたんかなと思ってねあの周りで聴いてる友達もいなかったんでうんで CD が出たりする時も日本語版で出なかったりとかねうんしてまあだけどおなんかこうなんかバイクと似合う感じかなうんハーレーとかね乗りたくなりますねうんでなんかこうお放浪したくなりますね、うん 焚き火をしたりとかあそういういに憧れますね、うん、なんか丸ボロを吸いながらですね、うん、<laughs> なんかこう焚き火を見つめながらあーなんかこうか自分と自分ミーティングっていうかね、うん、そういう感じがあ,ーある種男の哀愁っていうんですかねそういうのが似合う曲もあるしたくさんあるしそれからあのー。 感ロックの8ビートのロックの疾走感をですね、えー、すごく感じて、えー、僕は僕の教科書のような存在ですアーティストの一人ですね。うん、あと、まあ、こういう感じのミュージシャンだったらあのレコードありますんでね、まあ、こういう話をね。まあ 多少薄口とかも主観ばっかりになりますけどもねご紹介できてるなと思いますもうほ,ほぼほぼ偏っている情報ですけどねであのー、ね、メインストリートという曲もねすごくいいんですよあのイントロからねまああのこの,このねライブアルバムは二枚組なんですけどこれはねお,おすすめですね スタジオ版ももちろんいいんですけどライブ版の、ね、この列強のこの感じとね、うん、これもうあのいろんな方に聞いてもらえてねえまあこれ知らない方がいたらねこれはお僕はあ勝手そうなしって感じですね。うん、<laughs> なんかねえこれは 惚れたアルバムの一枚ですね。当時はまあ出会いはねあのこういうシンガーソングライターって言ったらロックシンガーって言ったら僕の中ではブルース・スプリングス・イーン、えー、っとまあラブソング多いんですけどなんか同じようなこうしゃがれた感じの声の、えー、ロックシンガーソングライターって言ったらブライアン・アダムスかなカナダのね。うん とかを聞いてますけどねもうやっぱこういうワイルドなあしゃがれた声っていうか、ね、もうこれを聞いていろいろ聞くようになりましたねサウサズ・ジョニーとかね、うん、めちゃくちゃかっこいいんですよね今聞いてもかっこいいねブラス・セッションとかやっぱりいいね、うん、なんかヒュールースとかね、うん、あの80年代は僕はもう,もう あのヘビーメタルもいろいろ聴きながらハードロックも聴きながらの中でやっぱりシンガーソングライターを目指す中の僕今日勉強もしたいっていうんでねえこういうアメリカのロックシンガーのねーあれバもう聴きやされました、うん、まああの今後ねいろいろ多分あのご紹介したいなという アーティストいっぱい出てきますけどね、うんまあ、そんな感じで土曜日はですね、えー、<laughs> 軽くそんな感じで、えー、お話ししていこうかなと思います。ね、えー、まあ、遅くなりましたけども、す、ねえー、素敵な土曜の夜をお過ごしください、それから素敵な日曜日をね、お過ごしください。